こんにちは、速稼塾の久保です。この億万長者合宿シリーズなんですけども、伊達と水清でやってるような感じがしますけども、結構ね、大事なキーワードっていうのは結構入ってるんですよね。で、それが証拠と言いますかね、言葉だけになってしまうかもしれませんけども、いちいちね、証明するのはめんどくさいんですけども 私は吉谷さんのこの暮らしぶりを見てね、十分お分かりいただけてると思うんですよね、他の視聴者さんとかは。どういうことかっていうと、こうやって YouTube の動画アップロードするだけで収入になるんですよ。それは広告料みたいなものではなくて、このやり取りをね、している中で気づく人は気づいて、そして、ドリームアカデミア吉谷さんの塾か私の速稼塾かどっちかにね、参加するんですよ。それなんでかっていうと、やっぱりね、聞いたこともないような概念とか意外な逆転劇とかね、そういった実例をたくさんたくさん耳にするんですよね。そうなってくると、もうね、私は吉谷さんのこれやり取り以外でそんなお金を稼ぐ手法があったのかっていう気づきっていうのは、多分もう目にできないし耳に入らないと思うんですよ。少なくともお勤めになっている、お店とかね、会社の中で個人での稼ぎ方を教えてくれるなんてことは、1秒もないわけですよ。あります？ないですよね。その中でインターネットを開いて YouTube っていうのをポチッとするとね、その何年も何年もこれでやってますみたいな人がいるわけですよね。で、一時期はインターネットで稼いでますっていう人も、数ヶ月経ったら、少なくとも1年経ったら消えてるんですよ。で、私は吉谷さんはずっとこの世界にいて、消えていく人しか見てこなかったです。残ってる人ってのは本当にいないですね。数えるぐらいです。10人いるかなって感じですよ。それこそね、インスタグラムを開けばバイナリーで儲かってますって山ほどいますけども、聞いたことがないですよ、そういう人は。バイナリーで儲かってる人、だからね、そういうのね、やっぱり多くの方は信じちゃうし、裏付けの取り方もわからないし、そういうもんなんだと思っちゃうんですけども、なんでね、やめときましょうか 夢を壊しちゃいけないんでね。そういうこともありますし、やっぱりきちんとやってる人ってものすごい地味なことをやってます。地味なことをずっとやっていて、一発でドーンとホームラン打つようなことはないです。たまにまぐれでホームラン打てますけども、その時はきちんとまぐれですってことはね、自覚もしてますし、それを誇ることはないです。ただ確実にやったこと、確実に誇れることってのはきちんと表現させてもらいます。それはですね、動画を撮り続けて数万本というね、万の単位にいってるってことですよ。その中でアナリティクス、自分の分析ができるってことなんですよね。多くの教材を買う人っていうのは、誰かの成功例をなぞろうとしてるんですよ。でも、例えば YouTube に関してはね、YouTube で顔出しで喋っていても、どんな顔で喋るのか、どのぐらいの年代なのか、角度はどうなのか、そして背景は何なのかとかね、こういったいろんな要素があって話す内容がマッチングした時に信じてもらえる、購入してもらえるってことになるんですけども、そういったものっていうのがね、どういうふうに見極めるのかってことがまるで分かってないんですよ。だから有名 YouTuber さんの真似をして音声つけたり、テロップをね、バーンつけたりするんですけども、それで売れてないでしょ、再生数を。でも逆にこんな編集もしてないし、カメラポチッとして適当に喋ってるのが売り上げを作ってる、この事実ですよ。この事実を目にしたときに、さあ、どちらの方向に進むんでしょうかってことになると思いましたね。この前ね、対談させてもらったんですけども、私もね、一人の男が育っていく、そんな一年を見てきました。だから感動だったですね。これはすごかったですね。そして C の QSR 昨日来ましたね。会いましたね。やっぱり彼の姿も、変化してるところを見て、稼げるようなところを見て、自信に満ち溢れる。C の QSR 今度引っ越すんですよ、いいマンションに。すごいですね。まさかまさかの、私と同じように家賃3万円のワンルームをずっとね、滞納していたかと思えば、今度は頭金を持ってセミナールーム付きの新しいマンションに引っ越すそうなんですよ。もうお兄ちゃんの真似ばっかりしてからね、彼も。でもそうやって真似て自分の、行くべき道を開けるっていうのは本当にいいですよね。今インターネットでたくさんの情報が落ちてますし、会おうと思えば会える人は結構いるんですよ、インターネットの世界にね。ぜひそのチャンスをつかんでほしいかなと思いながらも、今日の放送を終わらせていただきます。それでは行ってらっしゃい。